ランドグリーズ決戦。10月7日、ギルランダイオ要塞をガリア軍が攻略。帝国軍の司令官セルベリア・ブレス大佐はガリア軍の捕虜となった。同日、南東部の国境を越えて帝国軍の陸上戦艦マーモットが侵入。さらに翌10月8日、ギルランダイオ要塞は突如大爆発を起こし、ガリア軍主力部隊は要塞もろとも跡形もなく消滅した。目撃者の証言によると、要塞の塔から無数の青い光が放たれ、その輝きが要塞を包み爆発したという。俺さんがわざわざここまで来たのは他でもない。最高と最低、二つの伝達事項があるからだ。何でしょうか？最高の方は、ネームレスの全隊員に懲罰恩赦が出たってことだ。全員に恩赦が？ですか？そうだ。ネームレスは正規軍所属に復帰するのみならず、懲罰部隊ではなく正規軍の通常部隊として扱われることになった。ナンバー故障は廃止だ。行動も軍の記録に残される。賞罰も軍規通りに与えられ、隊員の退役も任意に可能となる。ネームレスではなくなるということですか？さあ、お前さんは達成した。ネームレスから這い上がるという目標な。そうですか。最初に考えていたのとはまるで違う道のりでした。おい、もう少し喜べよ。この結果は隊員たちと共に勝ち取ったものですから、後で一緒に喜びます。その言葉、出会った頃のお前さんに聞かせてみたいぜ。キャンディー屋が儲かりますね、間違いなく。キャンディーを噛むあれが変な癖だな、まったく。なお、手続きの都合上、引き続き諜報部の直属部隊ということになる。制服はそのまま、上官も俺さんのままだ。喜んでいいぞ。それが最低の伝達事項ですか？へえ、だったらよかったんだけどな。帝国軍の巨大陸上戦艦がランドグリーズへ向かって接近中だ。陸上戦艦？軍艦が地上を走ってると想像すればいい。そんな巨大な物体が地上を走る、実物を見るまでは信じられません。そりゃそうだろうよ。だがこいつもうランドグリーズに到着した頃だ。早い。そんなことが可能なのですか？そこで正規軍部隊となったお前さんたちの初仕事だ。首都ランドグリーズを奪還してくれ。知っての通り、ガリア軍の主力部隊はギルランダイオ要塞で謎の大爆発に巻き込まれ全滅した。残っているのはわずかな各地の守備隊と一部義勇軍、そしてお前さんたちだけだ。勝て、イーラ。はっ。ダハウ隊やグスルグもまだ健在のはずだ。この状況では彼らも無視できない。どう動いてくる？断る。本当にいいの？ボールジア様に伝えるわよ。ランドグリーズを爆破するなど私にはできん。エヒドナの動力炉を暴走させてやればランドグリーズぐらい簡単に吹き飛ばせるわよ。簡単だと？成功すればあんたたちの夢、ダルクス人独立自治区の建設を認めるとボルジア様は言っているわ。おいしい話だと思うけどね。できぬ相談だ。自信ないんだ。確かにアイスラーとマクシミリアンをまとめて消す妙案だ。
だがランドグリーズに住む罪なきダルクス人同胞を殺すことはできない。その程度の犠牲を嫌がってるわけ？その程度？同胞の命は軽いものではない。独立自治区建設は夢、実現すべき理想だ。だからこそ罪なき同胞の犠牲の上に立ててはならないのだ。同胞を大量虐殺して手に入れた独立に誰が希望を持つのか。ことあらば体制のためと平気で民を殺す指導者を誰が支持する。私は独立という結果が欲しいだけではない、独立を続けたいのだ。世界中のダルクス人の心に希望の火を灯し、その火を消さないためにな。ご立派な思想だけど、断ればボルジア様とは手を切ることになるわよ。残念だが、そうなる。アイスラーが自白すればユグド教団は彼を処断する。追放か、あるいは暗殺だろう。これまでの働きは水の泡になるのよ。やむを得ん。マクシミリアンの配下として出直す。独立は遠のくが理想は捨てん。今後も戦い続けていく。全ダルクス人の幸福のため、その姿勢を貫くことも私の使命だ。そう。さてどうしようかしらね。ボルジア様が失脚したら私も困るし。状況を説明する。よく聞いてくれ。みんな、よろしく頼む。それでは、行動開始。
絶対に負けない。私の番ね。発見したわ。敵発見。力で湧いてきた。当たって。行動開始。当たって。撃破したわ。目標撃破確認。ここはまずい。撤退だ。参る。気迫。敵発見。敵を発見した。敵は君が生きてきた。己の道をただ行くのみ。はっ。成敗。味方がやられた。守備隊は何をやっていた。発見しました。お父さんに会いたいな。敵数各自体制を整えよ。当たりませんよ。頑張ります。発見しました。えい。やりました。へえ、やるね。行動開始します。おう、やるぜ。俺の気持ちって分からねえ。邪魔だ。敵撃破。敵は病院を逃がさないで。出撃します。見つけたわ。敵発見。大丈夫、頭は冴えてるわ。そこね。侵入された。応援を頼む。倒しました。これが私の心の力だ。準備できてるわ。いたわ。いたわ。知らないことはないの。バイバイ。遊びはここまでかしら。もう限界。
きます。私の番ね。うん、やれる。敵発見。みんなの役に立ちたいの。発見したぞ。やれる。敵発見。衛星兵、急いで。交代する。いい香りです。この程度の戦い、負けるはずがない。you